はい、それではね、マイタイムアットポーシャの続きをやっていこうと思います。よし。金曜日ですね。防水布を渡さないといけないね。よし。これをちょっと整理して。トレーニングしてたから、コットンラマで行きましょうか。あとは大事。何もしてないね。何もしてないね。よし。手紙も来てない。よし。おっちょっとよしよしよし、いろいろもらえるようになりましたね。うん、たくさんの AI が歩いていました。まあ銅コイルを上げておきましょう。はい、アックとの関係が仲間になりました。はい、これ大好きなんだ。アーロとも上がるね、アックと仲良くなったら。あー、ジノ少し話せるかな。どうしたのアーロ。ちょっと個人的なことなんだが、お前の意見を聞きたいんだ。このことを誰にも言わないって、約束してくれるか。約束する。すごく個人的な話みたいだね。また今度でいい。そんな人は絶対話してくれへんよね、これから。よし、じゃあ約束しておきましょう。ありがとう。じゃあ中央広場で話そう。あそこの景色なら穏やかなムードで話せると思う。うん、よし、なんかミッションのマークがいっぱいある。サムと遊ぶのが何中断したってこと。とりあえずちょっと仕事を受けようか。アルバートもあるね、仕事。ちょっと仕事を受けようます。金曜日はちょっと大きな仕事が入るんですよね。一番高いやつをもらっておきましょう。800、これだな。ラジカセか。ちょっと面倒だけど、まあいいとしよう。まあ2日間ありますからね。金土日でやりきれば。ちょっと待って、ラジカセ何がいるんだったっけ。よし。仲間、メイとアーロはもう友達なんだね。よし。ラジカセ。どこだ。これか。結構いっぱいいったよね。なんやかんやと。銅コイルギリギリある。アックに渡す用の銅コイル。あ、あれか。青川18が。あ、違うな。こっちでも銅コイル必要だな。カセットテープ、制動板、青い革を、あれでいいんですよ。時系団で注文できるんで、時系団も寄ってきましょうか。あと、アルバートかな。なんか忙しい日になりそうだね。アルバートはちょうど君を探してたんだよ。ガストが港の総国間のデザインを終えたんだけど、貨物の上げ下ろし用にスライド式の機械クレーンなんかがあればいいなと思ってね。また難しい注文になるけど君ならできるはずさ。うん、やってみるよ。耐久性の高いクレーンがいる。研究所のレディーたちに相談してみてくれ。こいつで大量の貨物を下ろすことができなきゃ、ポルティア港は今の地味な姿のまんまだ。なるほどね。クレーンの建造と設置ね。はい。仕事が一気に来ましたね。あともう一個、ミッションマーク出てるんだけど。これは？ここ？アパートの中？ってこと？これちょっと分からへん。裏にはいないよね。アパートの中入ってみようか。うん。うん？誰かいる？出てきた。あ、ノラですね。ちょうど。よいしょ。さっきの言い争いは見てた。あまり気分のいいものじゃなかったけど。うん。位置情報探査機が盗まれたんだって？そうみたい。でも本当に、教会は無関係なの。私たちは絶対にそんなことしないわ。誰がやったと思う？うん、わからないわ。教会と研究所が対立してるのはいつものことだし、私には何とも言えない。自警団の捜査が終わるのを待つしかないわね。でもアーロとレミントンはマリの調査を手伝ってて、しばらく戻らないみたい。いや、アーロいますけど今。横にいますけど、アーロ。
今町にいるのはサムだけよ、彼女と相談して捜査を手伝ってくれない、教会の潔白を早く証明したいけど当事者である私が関わるわけにもいかないから、本当に助かるわ、はい、泥棒、あれ渡さないと防水布の、アントワーヌ渡しときゃよかったね今さっき、よし、アントワーヌだったよね、あれ、あ、いないな、アントワーヌ、そういう見なかったね、そういえばさっき、どこにいるんだ今日、よし、何これ、あ、これか、うわめっちゃ遠いやん、あと泥棒がサムで、クレーンはペトラですね、で自警団で青い革を注文しとくぐらい、あとそんなもんですかね、でちょっと自警団寄って研究所行こうか、よし、はい、中央広場も行かないといけないんだね、忙しいな、ここにアーロがいるんだったらそのまま注文したらいいのに、ちょっと待って、俺方角おかしくない、こっちでいいんか、あれあれど、あれこ、あ、こっちか、なんか方向がわからへんようになった、今一瞬、ここですね、よし、うん、あと青い川、遺跡ダイブ、あ、なんか新しいの増えてるな、シャベルみたいなのがありますね、あとエンジンもこれでもらえるね、これもちょっと申し込んどこうかな、なんか、まあ、ゆっくりでいいんで、これはじゃあ急ぎじゃなくていいから、必要数2、3、3個7500か、まあまあ、ちょっと申し込んどこうか。エンジンとなんか、シャベルと、あ、これ何だったっけ？なんかの布がね、もらえますけど。これ一個そう。貼り出して、青い布。うん。青い革か。これを、これは急ぎで欲しいんで。16個って書いてあった？何個まで申し込めんのこれ。50個まで。期間は2日。なもう1300でしょ、これもう一気に2セット申し込んでおきましょう、うん、これでいいですね、期限が28日、はい、よし、めっちゃ金使ったな、あとは特に今日は何もないです。遊ぶ約束なんでキャンセルになったんだろうね。なんかイベントが干渉するんでしょうか。泥棒を、ここだね。は、あれか。話をするのかな。いや、じゃあ、あそこ行こう。うん。研究所に行きましょう。よし。まず研究所で、クレーンのあれを聞かないといけないね、よし、今回はまたとんでもないものを作るのね、こういう巨大なクレーンは昔の本で見たことあるけど、現代の技術では作れそうにないわ、出来上がりは少し小さくなると思う、ちょっと所長と相談してみるわね、まずはデータディスクを5枚集めてきて、はい、持ってきましたよ、はい、もう少し時間がかかる、変わりそう、急いだ方が良さそうね、よし、ノラは
もうリサーチは何もないね。うん、よし、ソファーを上げておきましょう。はい。いっぱいね、使ってください。よし。で、サムがいるのかな、これ。え？あ、いたいたいた。おお。ノラが私に助けを分かったじの。当然あんたにも手を貸してもらうからね。なかなか難しい事件だね。真っ先に思い浮かぶのはあの、バカ兄弟だけど、奴らにしては手際が良すぎる。こいつはプロの仕業だ。もう一度研究所の周りを調べてみるか。何か見落としてるかもしれない。探すの？ん？何すんの？ポース犬の中央広場に向かう。ん？最近ノラがアーロに告白をした。アーロは君の助教。あ、ネタバレしちゃったな、これ。そういう相談なんですね。図面を集める。図面を待つ。こんな絵画がもらえるんですけど。これいいんですか？著作権と。泥棒。研究所の周りを調べる。周り？研究所の周りって言ってもこんだけしかないことない。この周り行けんのかな。ああ、こんな隙間があるんですか。ここはでも博物館でしょ。あ、なんか落ちてるわ。これか。これって、足すのじゃなかったっけ。うん、奴らを締め上げるしかないな。確か前に見たときは、バサーニオ高原の洞窟に住んでたはずだ。戦いの準備をしてきな、奴らのアジトで落ち合おう。バサーニオ高原っていうのは、どこ？ん？どこ？バサーニオってどこだったっけ？目的地、出ない？え、出てない？出てないね。あれどうなんだろう。ちょっと分からへんな。他のやつやってみようか。ミッションを、こっちにちょっと切り替えようか。これは、今はいいでしょ。これかな。隠れ家に行く。うん、バサーニオ高原にある盗賊の隠れ家に向かった。準備ができたらサムを追いかけよう。これを、ピン外して、こっちにピンをつける。隠れ家に行く。どこ？ちょっとどこかわからへんけど。あ、これ、あ、出てきたな。これか。なあ、もう、行ったらいい、これ。よし。もう、急いで行っちゃいましょう、じゃあ。サクッと終わらせちゃいましょう。うん。アーロー、あ、しまった。中央広場で。いや、この際、アーローにも来てもらいましょう。ね。戦力は多い方がいいでしょ。よし、来たよ。ここだ、入るぞ。バカが相手だからって油断するなよ。やるぞ。よし。アーローは来てない。まあ、いいか。武器と。あ、ちょっと待って、俺何個、8、7個しかないわ。大丈夫かな。サムがいるから。あ、でもレベル、これ30だからね。ちょっと、あれかな。大丈夫かな。まあ、いざとなったら、ヒット&アウェイで攻撃しよう。どこに行けばいいの？ん？あれ？あ、これ倒すのか。あ、こっちか。これですね。走るよ。久しぶりですね、サムと。何？石が落ちてくる、もしかして。あ、やばい。いや、そんな、あれあるんだ。行って、大丈夫やった今。めっちゃすごい桁のダメージ食らったね、今。何桁か分からへん。これ、どうやって行くの？なんか避ける場所あった？ちょっと後ろ見ながら行くわ。
サム死ぬで、そんちょっとちょ急げ、ちょっと避けるとこないやん。ちょっとダッシュ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 、セーフ、ここでセーフじゃん。セーフやった、うわ、ギリギリやったってこと。まあいいわ。こんな手の込んだ、あ、もういるやん。もうやっちまいましょう。あの二人でもそんな強くなかったけどね。なんかあれがいるんかな、護衛がいるんでしょうか。だから僕さっき取っとこう。あっちの奥にもありますね、今見えた。よし、投げかな。うん、あんま大したもんないね。結局またお前らかよ。何の驚きもありゃしない。異物を盗難した容疑で逮捕する。なんだと、こいつは俺がちゃんとした方法で手に入れたもんだ。ボスはそいつのためにお気に入りの帽子を手放したんだぞ。そうだ、あの間抜けなマスク野郎。どういうこと？間抜けなマスク野郎、よほど俺の帽子が気に入ったらしい。ははは。あの謎の男ってこと？この月末に来る人。お前らの、あ、アーロ来てくれた。研究所から盗んだだろ。おとなしく降伏して異物を渡せ、自警団本部まで連行する。そんなわけにいくか。こいつはどこに行くの、うん、俺らのもんだはず。あいよ、バトルですか。アーロもいるから楽勝じゃない。どうした。いや、え、ちょっと意外と強いぞ。パス減ってないやん。あ、減ってるわ減ってるわ。この二人来たら余裕でしょう。ボロボロになってます。逃げるぞ。うん、そら、そらね、うん。この姉ちゃんはやばい。本当に盗んでなんかねえんだって。わかったわかった。あとは取り調べ室で聞かせてもらう。うん、その異物をマーリン所長のとこに持って行ってやんな。大喜びしてくれるよ。うん、これね、お前あれがあったとこだよね。異物のあのダンジョンにマリと行ったところにあったとこだよね。話か。本当に盗んじゃいない。そいつは俺らのもんだ。姉ちゃんはやばい。確かにやばいっす、ね、まあ行きましょう。よし、アーロは？アーロいないな。なんかサムもいないぞ。サムとは別れるのか。よし。まあいいわ。これで、まあどっちみちここ行くもんね。アーロいなくなったな。ちょっとややこしいことになってる。マーリン、マーリンはこっちじゃないのか。博物館の方か。よし、あ、アーロ戻ってきた。よし。このここがアーロのやつかな。座るってるけど違うな。ここじゃない。もうちょっとこの辺。あ、ここですね、やっぱり。うん。数日前、あの可愛い電動車の子、ノラからデートに誘われたんだ。まだ返事はしてないんだが。ちょっと前にね、密会してましたもんね、この二人ね。突然で、戸惑ってるんだ。俺の冒険の話を彼女に聞かせてやるのは好きだが、彼女とは妹に接するような気持ちで接してた。ノラに惹かれてないといえば嘘になる。だけど今は市民自警団のことしか考えられなくって躊躇してるんだ。ノラの気持ちを受け入れることは俺にとっては大きな変化だ。付き合うとなったら彼女と過ごす時間を優先しなきゃならないからな。どう思う？ノラはいい人だと思う。受け入れることを考えてみたら分からない。二人が合うとは思えないけど個人的なことだから気が難しいですね。これどうなんだろうね。これだって主人公とアーロがまあ
結ばれることもあるし、ノラとも結ばれることもあるわけでしょ。で、2人が仲良くなったらどうなるんだろうね。でもちょっと進めてみましょうかね。あ、彼女は本当に親切で思いやりのある人だ。彼女の伝道者としての期間が終わるまで待ってみようと思う。その時にまだ俺のことを好きだったら付き合ってみてもいいかもしれない。うん、ありがとう。話すだけで気持ちが整理できたよ。ノラと話してみる。うん、まあまあいいか、ね、人のことそこまでね深くは。ルッソいるやん、何してんの。申し訳ありませんが急いでいます。神社どう見ても急いでるように見えないですけど、うん、この包帯あげとこ似合いそうだし、うん、よし。で研究所かな。ちょっとあれマークの位置が違うんだけどな。周りどこにいんの。こっちにマークついてるよね、研究所。こん中いた。あ、いたわ、こっちだったわ。うん、見つかったのか、よかった。どこにあったんだ。そうか、教会を悪者にして申し訳ないことをしたな。まあ仕方がない。うん、次にリー牧師と意見が食い違った時には一度価値を譲ることにしよう。うん、そういうバランスの取り方なんですね、周りもね。君からリー牧師に、いや、ノラに伝えておいてくれ。悪かったと。よし。ペトラはいいわ。ノラと話す。はい。ちょっと防水布も渡しに行きたいんだけど。ノラは教会ですね。ここはアントワーヌかな。イージー建設、アントワーヌだよね多分ね。さっき教会行くか。教会って歩いて行かなあかんのよね。坂登らないとあかんから。よし、どっから行こう。こっから教会ですね、位置的には。よし来たよ。うん、ああいました、いました。はい、ちょっとうるさいんだよね、でもね、水の音が。所長がそう言ったの。へえ、初めて聞いたわ、あはは。私は教会の潔白が証明されただけで満足よ。いろいろとありがとう。あ、R が戻ってきたわ。あの兄弟がどうして異物を持っていたのか分かったのかも。ほう。なんか一人ね、噛んでるっぽかったよね。うん。なんだ。ノラは何がいるんだった、いいんだったっけ。分からへん。ペーパーフラワー渡しとくわ。あかんな、違うな。リー牧師は、なんだっけ、リー牧師もなんか喜んでたよね、なんかで。しまった、忘れたな。やってるもんかな。まあ、とりあえず黄色、あげとこう。うん。いっぱいあるやつ。なんか、買っとく？何枚持ってるかな、俺出た。80枚持ってるからね。リンボーフラワー、サイザル、プランタダイ。これ、もうちょっと買っとこうか。あの、木が、これは肥料タワーでしょ。あと、何個だったか。大きなプランター置きたいから、4つ買っとこうかな、じゃあ。よし。ね。この辺の木は、水晶の木も一個あってもいいかもしれないね。よし、まあいいわ。うん。で、忙しいな、今日。あと、アントワーヌね。こいつ、ここに行かないと。うん。よし。飛び降りる。よし、帰ってこへんのかな。夜になっ、あ、ちょっと待って、帰ってきだしてるぞ。ちょっと今ここに行けばちょうど会うぐらいじゃない。でも
てる、いる？アントワーヌ。あ、来た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 。よし。はい。ちょうどよかった。よし。今回の報酬。はい。よし。これいくらもらえるんだったっけ ?2000。アントワーヌは、フルーツサラダもうなくなったな。あげるもんがないぞ。ラケットあげとこうも。ありがとう。で、帰りましょう。これで一応一通り終わりましたね。忙しかったな、ほんと。で、ラジカセを作っていこうか。これね、銅コイルがまず2つ、4つ。で、青い革が来ないとレザー本作れへんから。カセットテープ製銅板を作ります。作りましょうか。うん。と、銅コイルと。ん？銅コイルってこれで作るんだったっけ？カセットテープを、とりあえず1個。銅コイルを、今、2個あるから、5個単位で作りましょうか。まあ、アックにプレゼントできますんでね。よし。これでちょっと節約。あと、青い布の皮が来たら、青い皮ってないよね、でも。そんな、持ってなかった。ある、ちょっとだけあるのか。でも、どっちみち足りないから、まあ、自警団のやつを待ちましょう。で、あと何だったっけ。青銅板か。青銅板を8枚。こっちで作れる？これちゃうわ。こっちやな。8枚。あ、いけますね。全然余裕に。あと4枚でできるけど。一応、やつ作っとこうか。1日12枚作っときましょう。一応じゃあ。よし。これ完全に止まってたな。もうでも結構あるんだよね。50個。40個ぐらい作っとこう。これは、あと、必要なのあるかな。銅線。ベアリング、滑車。クレーンに何使うかですよね。製造パイプもうちょっと増やしとこうかな。1日分。これでいいや。よし。リサイクルはいいか。よし。アイアンウッド作っとく？時間かかるんですよね。アルミ板も作っとこう。なんか、ちょいちょいいるよね。よし。なんか取れるな。これと、費用はまだありますか？まだ大丈夫。で、かまどはどうしようかな。もう180個あるんだけど。炭素鋼はもういい、いいですか？鉄をもうちょっとやっておこうか。50個。うん。あと木炭だな。木炭は作っとこう。よし。鉄の延べ棒と、こんだけずつあったらいいかなと思うんだけどね。鈴合金とかもちょっと作っとこう。空いてるときに。あと、青銅の延べ棒か。よし。今、燃料入れた、これ。あ、入れてなかった。よし。ガラスがないね。思ったけど。ガラス焼いとこ。あとは、まあ、いっぱいあるし、強化ガラスは必要になってからでいいかな。
で、あと何本か作る？あ、これちょっと集めて世話しときましょうか。よし。よし。これもう、どうなんだろう。これ以上でも、大きくはならないと思うんだけど。この 121% がどうなるのか。また餌はあると思うんですけどね。ハーブドリンクできた。なんか作れるやつある？まだ作れるわ、これ全然。ちょっと軟膏少なくなってきたんで、軟膏ちょっと増やしとこう。あ、ジュース作れる。樹脂ね。なんかいりそう。培養土、肥料。布は、とにかくファイバークロス作っとこうか、これ。ちょっと、集めすぎたな、これ。うん。500個あるわ。樹形弾をフル活用しすぎたな。うん。よし。ちょっとこれ、端っこにやっとこう。てか、入り口近くでいいんじゃないの、これは。アック、いっぱい来るし。うん。ここに置いとこう。隙間に。置きたい。こっちに置きたい。もう一個こっち。もう一個こっち。ちょっと待って。よし。はい。うん、ここでいいよ。で、ちょっとずつ整理していきたいんだけどね。なかなかなんか思い切らないとできないです。こういうのとか移動していきたいんですけど。移動していくか、今はちょっと。ここが開くんでしょ？こういうちょっとデッドスペースに箱は置いときたいよね。よし。うん。よいしょ。これ、そういえば新しいのなんか作れへん。あ、これできる。あ、この2つできるわ。ちょっとやっちゃおうか。招き猫。4時間。一緒にはできんのか。あんだけ集めてて、でもまだ2つしか作れへんっていうね。よし。うん。よし。こっちの隙間は？置けるね。また、さらにでも土地を拡大したらさ、これがこれでまた邪魔になったりとかするんですよね。よし。難しいね、このチェストの。そのうち全部家の中に置いてもいいかもしれないね。必要な分だけ外に出しといて。なんかこの地面に直接チェスト置くっていうのはなんかちょっとやっぱ違和感ありますしね。この辺はこの辺で一個置いとこうか。なんか あってもいいよね、多分ね。なんかそのアクセスする場所に置いときたいかな。ここと、これちょっと向き変えようか。ここに置いてもいいんだけど、うん、よいしょ、よいしょ、持てない、あれ、うん、こう立ってる、あ、ずれてる、うん、この置き方だな、うん、よし、まあ、ここでいっか、あんまり使わへんし。ファイトを、何置いとこうかな。この辺チェストはもういいでしょ。何置いて、よいしょ。二つ置いとこう。引っかかる。で、入り口にも一個置いといて、どうしようかなと一個。ここ、うん、そこも空いてるしな。まあいいや、ちょっと並べとこう。これ、どうしようかな。なんか。よし。まあいいか、とりあえずこれで。ちょっとだけ、もうちょっと明かりあってもいいかもしれないね。
ライトをここに置きたいな。邪魔？邪魔かな。まあ大丈夫か。まあこれでいいですね。うん、あとは、どうしよう。特にやることはない？これが作れればいいですよね、あとね。うん。もうセットしとこうか、あるやつじゃ。青い川すぐ届くでしょうしね、多分ね。どうこいる。カセットテープ。うん。あと、あ、精度版ね。精度版もいるんか。よいしょ。これ博物館に設置できるって書いてあるでしょ。この2つ持っていこうか。ジョイスティックとこの。で、キーボード1個。あ、そこに入るのね。ちょっと待てよ。これを外して、サングラスをつけようか。よし。まあ、これでいいか。で、あとはいいか。あ、これセットしようか。よいしょ。とりあえず、まだこんだけか。セットティップ。あとコイルと、レザーホン。と、シリコンチップ。小型シリコンチップ。大きいやつだよね。うん、アイアンウッド。水晶の木もう一個にしようか。リンゴの木を植えるか。リンゴ別にそんなにいらんからね。まあ、一回でも一種類ずつ植えましょうか。あと、ここに精度板入れてるんだ。なんでか知らんけど。持っとこう。あとは、異物はいいでしょ。四個型シリコンチップが2つ。よし。うん。これ戻す。で、ここに入れようか。よし。はい。あとこれも置いとこうか。外側をキーにしましょう。よし。5、3、5。よし。で、リンゴの木。これは？あ、あれ？これ種取れんの？なんでこんないっぱいあんの？よし。まあいいや。植える。はい。これでいいですね。まあこんなもんかな。あとはちょっとラマを撫でてなかった気がするんで撫でときます。よし。で、こっちのラマも撫でときましょう。ちょっとこっちまで来て、はい。さらにもう一段階大きなラマはさすがにいないですかね。で、餌は、あ、なくなってる。早いんだよ、なくなるのね、これね。はい。で、トレーニング、またしとこうか。スピードトレーニング。忠誠心、だいぶ上がってきてるね。うん。こっちはもう大丈夫。よし。まあいいっすか。あとじゃあ適当に。このお家の周りの木を切っときますよ。よし。違うわ。びっくりした。石も。ヘビイチゴと。夜が更けてきました。はい。
こんなもんですかね。よし、これだけ切っとこう。じゃあ、はい、よし、寝よう。忙しかったですね、今日はね。はい、そしたらね、まあ、今日のところはこれで終わりにしておきます。また次回ね、この続きやっていきますので、よかったら見に来てください。ではこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。